エアライナーエアライナーは、だいぶ交通が運行する大分市及び、別府市から大分空港への連絡バスである。本港では、大分空港と大分県内各地を結ぶ、その他の連絡バスである、ノースライナー、ユーフイン高速リムジンバス、スケウスライナーについても説明する。なお、2019年3月1日より、大分空港リムジンバスのすべての系統に、 系統番号が付与されており、記事内では、系統番号を、込み出しで表示する。また、2019年3月27日より、ノースライナーを除く系統において、バスロケーションシステム、バスどこ大分に対応している。ラッピングされた、エアライナーエアライナー系統、K 大分市内別府市内日出、日付大分空港系統、Z 大分駅大分空港、運休中。 系統 B ベップ駅ベップ市内に出ひつき大分空港、運休中、系統 W 大分新川大分駅大分市内、大分空港、運休中、系統 VQ ホーバー基地大分駅大分、空港所要時間のスライナーは、大分県北部の中津市、宇佐市、文後高田市と大分空港を結ぶ連絡バスである。1990年に、 中津市と大分空港を結ぶエアライナーの中津線として大分交通が単独で運行を開始したが2004年3月に廃止2005年12月から実証実験という位置づけで大分空港利用促進規制会が大分交通の子会社である大港北部バスに委託し県北快速リムジンバスとして運行を再開した2010年10月31日には スカイネットアジア航空の大分東京先週港に伴いネーミングコンテストを実施した結果、ノースライナーの愛称が付けられるとともに、1日4往復から6往復に増便されたが、2012年からは再度4往復となっている。特急扱いであるが、途中の各停留所で乗り降りができ、乗車時に整理券が発行される。中津駅、文後高田には、 県売所が設けられている。福岡県の北九州市、武前市などからバスを利用する場合、時間が合えば、中津駅からこのルートを利用すると、最も安価に大分空港に到達できる。湯布院高速リムジンバスは、湯布市湯布院町と大分空港を結ぶ連絡バスである。2003年7月に大分交通と亀のイバスが共同で運行開始。亀のイバスにとっては、 大分空港船初参入となる。2010年10月31日には、スカイネットアジア航空の大分東京先就航に、伴い、1日6往復から9往復に、増便されたが、2012年現在は、再度6往復となっている。現在は、新型コロナウイルスの影響による需要の減少に、伴い、 運休中大分県由布市由布院町の JR 由布院駅と大分空港を結ぶ路線。由布院駅前大分空港間はノンストップ。由布院駅を出ると県道216号を精神して、由布院インターチェンジから大分自動車道に入り、東九州自動車道に出バイパス大分空港道路経由で大分空港へ至る。スケウスライナーは大分県南部の佐伯市。 薄木市と大分空港を結ぶ連絡バスである。東九州自動車道が2008年6月28日に、再木市まで延伸されたことを受けて、2009年10月1日に、県南高速リムジンバスとして運行を開始した。実証実験という位置づけで、大分空港利用促進規制会がだいぶ交通、および大分バスに運行を委託している。大分バスにとっては、 大分空港船初参入となる。2010年10月31日には、スカイネットアジア航空の大分東京先週港に、伴い、ネーミングコンテストを実施した結果、目的地、経由地の再起死及び、薄起市の頭文字を取って、スケウスライナーの愛称が付けられるとともに、運賃が値下げされた。現在は、新型コロナウイルスの影響による需要の減少に、伴い、 運休中目次論、にもかにもか及びこれと、相互利用している各 IC カードの利用が可能。ありがとうございます。